静な住宅街の真ん中を小川が流れています。川の名前は平瀬川。両岸には桜並木もあり、地域住民の憩いの場です。この桜並木は地域住民が地元行政と協議の末、およそ20年前に植栽されたものです。目玉にしようということで、いろんな種類の桜をじゃあ増やして、長期間日本の桜を楽しめる場所にしようじゃないかということで、始まったからですね。地元住民の努力によって咲いた並木の桜、その平瀬川の桜を楽しんでもらおうと、平瀬川桜祭りが行われました。この桜祭りは地元自治会や商店会などで構成される団体、平瀬川流域まちづくり協議会が中心となって行っています。第20回の桜祭りに、この桜の花吹雪の中お集まりいただきまして大変ありがとうございます。この平瀬川もですね、皆さんの努力によりまして、本当にいい流域ということになりました。桜祭りには地元行政川崎市の福田市長の姿も。申し上げてきました。それはこの20年間ですね、この桜祭りはじめ愛の放流と続けていただいた平瀬川流域まちづくり協議会の皆さん、そして地域の皆さん、自治会はじめですね、地域の皆さんがこの素晴らしい流域のですね、まちづくりやっていただきました。こうやって地域商品の皆さんと一緒にですね、守っていく、育てていく、そして活用していくということをみんなでこれからもやっていきたいと思います。地域の川を中心とした平瀬川流域まちづくり協議会の活動をご紹介します。神奈川県川崎市、市の北部を流れる一級河川平瀬川。全長8キロ弱、地元住民に愛されている川です。この平瀬川流域では川を中心としたまちづくりが進められています。その一つが平瀬川桜祭りです。地元の中学校による吹奏楽の演奏や地域の有志団体による和太鼓の演奏など、地域住民主体のにぎやかなお祭りです。川を身近に感じてもらうこの催しは、桜を楽しんでもらうだけでなく、川への鮎の放流も行っています。行政の大きくなれ。平瀬川に鮎を放流する理由は、昭和の高度成長期に全国が抱えた問題に端を発します。平瀬川流域の急速な宅地化による環境破壊により、川の生態系が壊れてしまったからです。そんな中、魚が泳ぐ昔の豊かな里山の川を取り戻そうと立ち上がったのが、桜祭りを主催し、さまざまなイベント、環境整備活動、まちづくり活動に尽力する平瀬川流域まちづくり協議会です。これは何て言いますかね、やはり自然発生的にできたんですよね。地域のリーダーが何名かおられて、優秀な方がおられてね、以前はいわゆる田んぼ畑だったところが、だったんですけど、水害がだいぶね、毎年、
起きてたんですよ。それでじゃあ平瀬川という川をもう少し、水害の水が少しぐらい出ても平気な川にしようじゃないかということですね。それにはやはりだんだん人口がですね、川崎市が住めるところかどうか分かりませんけれども増えてきまして、自治会が増えてきましたのでね、でじゃあ商店街、自治会、それからその他の小学校中学校、その皆さんで何か会を作ってやろうじゃないか、ということでね、いわゆる清掃活動から始まったわけでございますよ。平瀬川が流れる川崎市北部は東京のベッドタウンとして急速に発展してきました。古くは農業用水として地域の水田を潤していた平瀬川も、急速な宅地化の流れの中で生活排水などで汚染されたヘドロの川に変わってしまいました。そんな中、地元商店会の勉強会をきっかけに、地元自治会などが参加した平瀬川流域まちづくり協議会が平成12年に発足。川を生かしたまちづくりが始まりました。三大イベントといいますか、春の桜祭りから今日行われました平瀬川サミット、それから他市区町村といいますかね、いわゆる奈良県の佐久市との交流会、それを大きな柱にしてやっております。平瀬川では川の調査を兼ねた大規模な清掃作業が行われます。これは年1回行われる平瀬川七夕サミットの一環で行われるもので、川の上流から下流までを6つのブロックに分け、一斉に川の中やほとりの調査・清掃に当たります。ここ雑色ブロックでは地元自治会や企業が参加しました。川の清掃作業を続けていると大物が。不法投棄された自転車です。これだけ大きなものになると川から引き上げるのにも危険が伴う作業になります。メンバーが協力をしてやっと引き上げることができました。作業開始からおよそ2時間、川のほとりの雑草もこの通り綺麗になりました。清掃作業が終わると一つのブロックだけでもこれだけ多くのゴミが集まりました。大型自転車2台で、ね、引き上げまして、で途中魚はいっぱい泳いでました。はい、ありがとうございます。この清掃作業には大人だけでなく地域の子どもたちも参加しています。中には学校単位で参加しているところも。地域のみんなで地元の川を大切にする心が育まれています。川を中心とした生活、それを子どもの代までですね、なんとか伝えていくうまい方法はないだろうかということでね、親子で活動する、それから学校単位で活動する、そういうことをみんなでやるんじゃないかということになったわけですね。平瀬川七夕サミットでは清掃作業の後、学校に会場を移し、まちづくりフォーラムが開催されました。このフォーラムは子どもたちが主役です。平瀬川をはじめとする地域での環境学習で学んだ成果を地元の小中学生たちが発表しました。上流方面では平瀬川の中に自転車が落ちているのを見つけました。またタバコのゴミやペットボトル、缶瓶が多く落ちていました。暑い時に髪を
と少なくするようにみんなで協力してゴミを片付けたりするのが大変でした。ね、大変だよね。なんで捨てちゃうんだろうなと思うよね。ポッケに入れていけばね、雨の紙もね、お家に帰って捨てればいいのにね。分別ゴミいっぱいあったね。スライドにもいっぱい出てた。地元小学校の校長先生に平瀬川の町づくりが子どもたちにどのような学びを与えているのかお聞きしました。今現在こうして地域の方々が一生懸命その川の、まあ、平瀬川というものを通じて環境保全整備というものにボランティアとして力を尽くしてくださっている。でそれを見ながら今の子どもたちは育っているわけで、でこの先ですね、そういった姿を見ながら育った子どもたちが今度それを自分たちが受け継いでいくということで、川それから自然環境というものを守っていくんだというような意識を持って育っていってくれればな、そういう意識につながっていってくれるとよりこの実効性のあるこの活動になるのかなというふうに思っています。協議会では平瀬川流域の環境学習をはじめ地域での学習などに協力しており、川を生かした教育へとつながっています。平瀬川流域の谷合に多くの人たちが集まっています。これ運んでください。今日は平瀬川上流部にいくつかある宿の一つ、トンモリ跡にある水田で子どもたちを集め田植え体験が行われます。この日は子どもたちおよそ100人と大人およそ50人が参加しました。いい3つ、これ3つね、このちっちゃいのを3つ、いい？したら親指と人差し指と中指で根っこの方、こういう感じで持つ、開いても一緒だ、こんな感じね、3つでこうつまむ、3本の苗を3つの指でつまむ、いい？田植えの他にも協議会では森の音楽会やホタルの鑑賞会などを開催しています。川の源流である谷戸の自然に親しんでもらうとともに里山を大切にしてもらう気持ちを育んでいます。協議会や地元住民の努力によりホタルが生息するきれいな平瀬川流域に戻りつつあります。平瀬川流域まちづくり協議会はさまざまなプログラムにより多くの住民が参加しやすい活動になっていること、次代を担う人材育成にも取り組んでいることなどが評価され、平成27年度ふるさとづくり大賞を受賞しました。どの自治会を見ても商店街を見てもですね、世代交代が順々に進んでいくわけですが、そこで絶やさないようにするにはやはり川中心の活動がいいんじゃないかということでやっておりますので、その点を皆さんが参加できるように、まあこういうイベントを作ってですね、やってるわけです。だから現状維持といいますかね、近隣の農家の方にもですね協力していただいて、できるだけ緑を畑残していただきたいと、相続税の対策もあるんでしょうけども、そちらの方はですねいろいろ考えていただいて、現状以上の田畑、そういうものがあればいいなと思っております。地域の川をシンボルとした平瀬川流域の町づくり、次代を担う子どもたちも参加しながら暮らしやすい魅力ある地域づくりが続けられています。